大田区のマンションで今朝男性が自分の部屋で背中に怪我をして倒れているのが見つかり病院に運ばれましたが間もなく死亡しました。警察は傷害致死事件として捜査を始めました。今朝6時半ごろ大田区宇の木のマンション4階に住む女性から夫が背中に怪我をしていると119番通報がありました。救急隊員が駆けつけると背中に複数の切り傷がある男性が倒れていて病院に運ばれましたが間もなく死亡しました。死亡したのは藤田秀樹さん53歳とみられ警視庁は何者かに刺されたとみて捜査を始めました。このマンションは東急多摩川線の宇の木駅から500メートルの住宅街にありますが駅前の商店街からマンションの部屋にかけて200メートルにわたって血が点々と続いていました。